こんにちは、ポテリンコです。東京巣鴨に来ています。このね、通りを楽しみたいと思います。マダムたちのね、原宿を楽しみます。巣鴨で一番のズボン屋さん。ここ美味しいらしいよ。あ、そうなん。うん。蒸し餅、蒸し餅、蒸し餅。食べてみる？半分こう食べようか。巣鴨のね、元祖塩大福を買いました。水の屋さん、シェフとシェアして食べるので、いただきます。餅がすっごく柔らかくてね、お塩の効いたあんこがすごく美味しい。もうちょっと食べてみよう。このお餅がすっごく美味しい。はい、食べな、全部食べて最後もらうわ。残って、あったかいさ、濃い茶と飲みてえな、食べたいな。もう全部茶屋さんがございます。ありがとうございます。塩大福食べちゃって、ちょうどいいところ。ありがとうございます。一番ね、商店街で古い山根園さんのお茶でございます。今ね、塩大福を食べた後にね、入れてくれました。美味しい、あったまる。美味しい、美味しかったです。すごい美味しいお茶。ブンブク茶釜のほら、ブンブク茶釜の、ね、美味しいはずや。美味しいお茶やった。美味しかった。お父様でした。楽しんでください。はい、行ってらっしゃい。ありがとうございます。すごくね、ほっこりするね、お茶屋さんでした。何も買わないのにすごいね、うん、すごく優しい。なぎ屋さんだよ。なぎ屋さん、すごいな。うなぎも串で食べれるよ。ちゃんとここトゲ抜き地蔵さんとこ行かんてかな。あ、行かんといけんな。何のトゲ抜く？線香かな。線香をこうやって釣るところ。うん、うん、2つ買いましょうか。お線香2つ。お線香のいい匂いがする。おー、30秒ほど。お線香こっちはもういいかも。30秒経ったかな。おしっこ禁止って書いてある。手を離しましょう。
押し付け禁止とかです。もういいや、うん、先に、あ、でもまだだ。あ、いいよ、真ん中いいかな。いいよ、いいよ。まだ白くなってれば大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、お待ちください。ちゃんとお辞儀して入ってくださいね、はい。手は洗わなくてよかった。手は。でも手洗ってたらほら火が消えちゃうよ。そうだね。素通りさせていただいて。お炊き上げ手順一だ。これどこに持っていくの？ここじゃないの？みんなここに置いてますよ。痛いところに煙を当てれば。え。あなた。え、こうやって入れるん？うん。どうやって入れる？投げる。え、うん、あた頭が弱いから。あ、膝。全身に。もう一個も入れてください。ドリン。うん。俺の頭。煙はこっちに来てますけど。じゃあ頭と心臓とお願いします。頭と喉と心臓です。心臓、はい、いただきました。あえて洗うんだね、うん、痛いところ。あ、このネズミのさ、靴下かわいいな。はあ、うわ、あったかそう。お母ちゃんたち来たら喜びそうやな。帽子もあるよ、帽子。あら、鹿児島のお茶が東京で作られてる。大丈夫。すごい。巣鴨のポストが面白いよ。あ、ほんと。巣鴨のポストはね、スガモンって言うんだって。ほら、積分とか。うん？え？お腹減った。すごい蕎麦屋さんですね。開いてない。そこですね。帰宅中って書いてるやん。深谷ネギって初めて見た。深谷ネギ。写真撮っちゃう。前見てよ。はい、今巣鴨地蔵通りにある常盤食堂さんにお邪魔しました。朝ごはんをね、食べたいと思います。もうあの11時になりますが、遅めの朝ごはんを食べたいと思います。大盛りを我慢しての普通盛りで食べます。定食がね、全品プラス260円税抜きでできるので、塩サバに定食、ご飯とお味噌汁とおしんこセットで食べたいと思います。お腹ペコペコです。楽しみです。お待たせしました。サバ塩、ありがとうございます。サバのね、塩焼き定食が到着しました。とってもね、サバも美味しそうです。大根おろしもね、とってもね、たっぷり乗ってて美味しそうです。ご飯もね、
普通盛りで結構な量入ってます。でお味噌汁もねすごく熱々で具もたっぷりです。もうおしんこもとっても美味しそうです。それではいただきます。お味噌汁からね飲みたいと思います。具もたっぷり、白菜とネギと、ネギが深谷ネギやったら嬉しいけど、熱々、あー、あったまる。すごく皮がパリッとね、パリパリ、皮がすごいサクサクいいよ。いただきます。ご飯と一緒に食べたい。朝ごはん、ありがとうございました。皮がパリッパリでね、油が乗るとすっごい美味しい。お醤油をかけよう。大根おろしいっぱい取っていいよ。好き。大根おろしの醤油かけたのにさ、ご飯の上に乗っけてさ食べるの美味しいよ。最高よな。すごい大根おろしが美味しい。辛みの前に甘みがすごい口の中に広がってすごいみずみずしい。やばい、ご飯がなくなっちゃった。すごくね、おしんこが美味しい。ごちそうさまでした。こんな感じでね、巣鴨を堪能してきました。もうね、頭にしっかりこう煙もかけました。もうね、最初に食べた塩大福とってもね美味しかったです。その後にね、もうお茶最高に美味しかったです。でね、最後にこの塩サバ定食、もう体がねとっても喜びました。美味しかったです。楽しく見てもらえたらグッドボタンとご一緒にチャンネル登録の方よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok やってます。ぜひぜひ覗いてみてください。楽しく巣鴨を歩きました。ポテリンゴでした。バイバイ。